こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申しますけども、はい、今ちょうど長野県のここは小布施に来ておりますけども、はい、近くまで来たらなんか遠くの方になんかジャンプ台みたいなのが見えたんですよ、はい、でちょっと寄ってみたんですけども、はい、一言で言ってあれは何でしょうか。スキーとかスノーボードの、はい、ジャンプの練習施設です。オフシーズンに練習できる場所です。あ、冬じゃなくてもスキーの練習ができると。そうです、スキーとスノーボード の、はい、ジャンプの練習ができるので、オフシーズンも充実させることができる施設になってます。なるほど、はい、この施設のお名前は何ておっしゃるんでしょうか。オブセクエストです。オブセクエスト、はい。それではじゃあこれからちょっと説明していただけますでしょうか。はい、お願いします。じゃあお願いします。はい、はい、じゃじゃーん、外にやってきました。まあ、こうやって見渡しますと、はい、1,2,3,4 つぐらいコースがあるんです。そうですね、ちょっと説明いただきますでしょうか。はい、じゃあまず一番手前にあるのが、はい、ジブレーンって言われてます。皆さんからジブレーンって言われてるんですけど、はい、まあ、ブラシを滑ってきて、まあ、塩ビの上をこすったりボックスの上を滑ったり、こういった練習になってます。雪山でも、そうですね、設置してあるので、まあ、オフシーズンに練習できるにはかなりいいかなと設置してます。はい、向こうはまたジャンプのレーンになるので、じゃあ向こうに行きますね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。で並んで、はい、スノボですね。はい、そうです。でジャンプ。そうです、もうすでにジャンプですよね。そうなんです、もういきなりジャンプになるので、ただ着地はもうエアマットなので、はい、安心してジャンプの練習が、ジャンプしたことない人でも安全に上達できるようにしてあります。はい、マット乾いちゃうので夏場は特に多めに巻くような感じなんですけど、それはそれでこの時期みたいにやっぱ暑い時はこれでみんな涼みに来たりするので、そういうポイントありますね。はい、そうなんですよ、ちょっとこう夏の水遊びの感じでレジャーの方もたくさん来ていただいてます。はいはいはい、結構ヘルメット板にっていうと高いかなって思っちゃうんですけど、はいはいはい、どうなんですかね、あの見てこっちでもいいんですか。そうですね、もうたくさん通ってる方はだいたい自分の、ギアだったりを使用してもらってるんですけど、一応この施設は初めての方に限ってなんですけど、レンタルは全部無料なのでそうなんです。スノーボードだったりスキーだったりヘルメット、プロテクター、まあその肘とか膝をガードするプロテクターだったりとか、ヘルメットだったりとか、あとそのスノーボードだと板履く際に着てるああいうこうビンディングっていうんですけど、ブーツとその板をつけるビンディングも無料で出してますので、手ぶらで来れるようになってます。じゃあ今度こちらの上級用の施設についてしたいんですけど、はい、あとミドルキッカーと上級レーンのビッグキッカーの説明についてはもう金子さん、もう一人のスタッフの金子さんにお聞きします。はい、お願いします。インターネット所属と申します。はい、最初にじゃあお名前をお願いします。はい、オブセクエストスタッフ金子です。金子さん、はい、金子さんはこの上級コース担当だと来たんですけど、この名前は何て言うんですか。はい、ジャンプのジャンプ台のジャンプ台のことをまずその大きさとか関係なく、はいはいはい、よくこうキッカーとか呼ぶんですけど、そのスノーボードだったりスキーをしてる世界だとキッカーって呼ぶんですけど、で今小さい方でも、スモールキッカーって呼んでたかわかんないですけど、はい、ちょっと初心者用の方のやつがあって、そこから一つステップアップするときに次の大きさ、次一つ大きくなった、これをまあミドルキッカーって呼んでます。はい、ちょっとあれですね、初心者がいきなりやっちゃダメですね。いきなりここからスタートよりはまず下で小さいサイズで試して、そこで慣れたら次のステップはこっちですね。なるほどなるほど、はい、ここはどんな練習ができるんですか。すごいですね。ここ、まずこっちの右側のミドルキッカーに関しては、はい、一つあるとしたら、まずこの大きさに慣れるっていうことですよね。はいはいはい、無理にこう技をするというよりは、はい、まずこの大きさの浮遊感になれるっていうところ。浮遊感ですね。はい、最初の方このストレートもありですし、まあ、逆にこう滑り慣れてる方、飛び慣れてる方は、今自分のやっているこう技だったりジャンプの確認だったり、はい、さらにこう精度を上げる練習だったりと、結構ねもう幅広く練習ができる大きさかなと思います。
よくオリンピックで見るその技っていうのはね、はい、そうですね、ここで練習されてる方も多いのかな、やっぱりああいう場面だと失敗が許されないんで、はい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 、そこの完成度を高めるときにこういうジャンプ台で、でいきなり大きいのじゃなくてその小さいサイズでしっかりと基本を固めてからっていうのも大事になってくるので、なるほど、そうです、上級者の方、レベルの高い方はここら辺のこのまずこう中ぐらいのサイズで、基本を磨く、安定させる、でなおかつ初心者の方からこうステップアップした時には逆にちょっと大きいミドルサイズにこう慣れるだったり、うん、そう、その大きさに慣れるっていうのにも役立つキッカーとジャンプ台かなと思います。向こうの向こうが、そうですね、オブセクエストの中では一番大きい大きさ、はい、一番飛距離の出る、はい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 、ビッグキッカーと呼んでるんですけど、ビッグキッカー、はい、大きいサイズ、じゃあ技も大きな技、そうですね、技の難易度も大技が出やすいジャンプになってます。で実際でこうレベル的には逆にこう中上級者の方向けになってくると、なるほど、はい、そういうことに関しても上の方でスタッフさんがいらっしゃってなんか指導を進めるとか、ね、だったりが、あと下でもねこう見てますので、はい、その都度こう一本ごとにこうアドバイスを、ああもうちょっとできることが、そうですね、それありがたいですよね。そうですね、ここのスタッフはねだいぶこうみんな経験者がいるので、そこの技のアドバイスだったりもその都度できますので、ということは金子さんも、はい、あれですかね、なんか将来の夢というものがあるんでしょうか。どうですかね、僕は、まあ、僕は今ねそういう映像の方もまだこう、はいはい、出たりしてますので、はい、まあ、今で言うとね YouTube だったりも、はい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 、出てますんで、なんか小川さんもなんか夢があったというふうにお聞きしたんでね。はい、はい、金子さんも、まあ、かつては、まあ、映像 の, このそうですね、映像やったりあと大会にも出たりはしてたんですけど、はいはいはい、今ちょっとね年齢的にも上がってきたんで、まあ、逆にその映像も出しつつ、まあ、スノーボード業界に絡んでるような形ではあるんですけど、私もまあインターネットテレビなんですけど、はい、ぜひあのお手伝いいただければ。いやいやいや、こちら、ちょくちょくまた時代に来ますので、あ、ぜひお願いします。あのまた撮らせてください。この後またドローンも撮りたいと思うので、はい、はい、将来夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもお疲れさんです。はい、どうも。今日は日曜日でようやく、はい、まあ、終わったんですかね。まだね、ワンセッション残ってますね。はい、そうなんです、そうなんです。どんなところなんですか、ここは。ここはですね、そうですね、スノーボードスキーの、ジャンプの練習施設ですね、うん、で、まあ、ちょっとブラシ見て分かる通り、あの、ブラシ見てあるんです。はいはい。でそのブラシのところを滑っていただいて、はい、そのまま飛んでエアーマットに飛び込んでいくっていう形ですね、はい、でこのブラシもう夏でも滑るので、もうオールシーズンここでもう練習できちゃうっていう施設ですね。すごいですね。はい、そうですね。なんかスノーボードだけじゃなくて、うん、スキーの方もいらっしゃったんですけど、はい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 、スキーでもいいんですか。全然スキーでも大丈夫です。まあ、でも最近ほらスノーボードみたいなことをスキーでやるのがあるんですよね、はい、そうですね、フリースタイルのスキーのね、はいはいはい、はいはい、もうそれもオリンピック種目になってたはずです。はい、ですよね、あのオリンピックで見たときはすごいなと、ハーフタイプとか、あ、そうですね、3回転、4回転してひねったり、はい、あれをここで練習できるってことですか。そうですね、まずはその3回転までギリギリいけるかなっていう感じですね。そのダブルコークっていうんですけど、はい、1回2回頭が下がって横回転も入れるやつを、そうなんですよ、コークっていうスピンになるんですけども、
そうですね、あの一番でかい方、あっちのキッカーですよね、はい、あそこでみんなあの子供たちとか練習したりしてますね。なるほど、はい。まあ、先ほどから見せていただいたんですけども、はい、ご年配の方から、そうですね、家族連れ、はい、ちっちゃい子供までそうなんです、いらっしゃいますよね。はい、年齢層がすごいですね。あ、結構幅広いですよ。僕知ってる限りだと一番上が60歳近くはいましたね。あ、本当に。まあ、日頃運動されてる方だったら、はい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 、大丈夫ですよね。そうですね、まあ、あとそれと山では飛ばないけども、はい、ちょっとストレス発散でここでは飛びますっていう方も多いです。なのでここだけであのジャンプを楽しんでる方が結構いるのかなっていう形は、そういうのを思ってますね。日本中でもそんなに多くはないような気がするんですけど。そうですね、今そのクエスト自体あるのが、うち含めて5店舗ぐらいありますかね、はいはいはい、うちでやってるのが埼玉、ここ小布施とあと愛知、この3つ店舗をやってるんですけど、その他にも東北クエスト、広島クエストがあります。なので支配人さんということで、田澤さんは地元の方なんですか。そうですね、はい、じゃあ将来というか、かつて今もそうかもしれないですけど、はいはいはい、なんか大会とか出られるんですか。そう、昔は出てました、はい、今はもう引退してここでやっぱ支配人なので、はい、そこのね、仕事が忙しいので、はいはいはい、はい、そうなんです。その選手っていうのはもう引退してます、うん、ベストは、はい、かつてその映像 PV、 ああそうですね、なんか作って、はい、そうなんです。その映像、そうそうそう、20年ぐらい出してたんですよ、うん、そのね、名前がファーストチルドレンっていう名前 の、はいはい、あのチームがあったんですよ。でそのチームの、今あのリーダーがここのオーナーなんですけど、はいはいはい、そうなんです。でそこ、うん、あのそういった、まあ、PV 作って、はい、まあ、総合広めだっていう話を聞いたんですよ。はい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 、でそれを卒業して今度実際にその小さい人から育てた方が実際にいいんじゃないかっていう、この方針が変わったっていうのは。そうですね、僕の中で大きかったのはやっぱり一番はちょっとスノーボード業界に恩返しをしたいなっていう形が思いまして、結構まあそのスノーボードの方でスポンサーからお金をいただいたりっていうのがあって、でそういうのをしてきた中でちょっとやっぱりね、この先のこと、この業界のことをもっともっと良くしていきたいなと思って、その恩返しのつもりで今やってるんですけど、はい、じゃあ今後、どんな風にしていきたいと思ってるんでしょうか。そうですね、そうですね、どうしていきましょうね。まあここからちょっとオリンピック選手とか出てもらったらね、すごい面白いですよね。うん、そうですね、はい。まあ、現時点では社長のやってる方、育成もやってるんですけど、はい、そっちの方では社長を抱えてる選手の方では出てるんですけども、うん、選手なんかあの朝午前中はそのキッズ対象でなんか、あ、そうですね、教えてたっていうふうに聞いたんですけど、はいはいはい、そういったそのちっちゃい子を育てるというか、そうですね、いうことを、まあ、はい、力を入れて、今ちょっと力を入れてやらさせてもらってます。そういった子が育っていけば、そうですね、はい、夢じゃないと思います。ということですね、はい、はい、この後まだ夜の部があるんですよね。そうですね、これから7時までですね、4時半から。そうですか、まあ、はい、ちょっと薄暗くなってきましたけど、まあ、夢に向かってぜひ頑張ってください、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい。